上割川に残る、京大基礎、基礎軌道は、かつて、佐賀県佐賀郡巨瀬村高尾と神崎郡地と瀬村、先村の間を結んでいた京弁鉄道の路線、およびその運営会社である。1916年10月24日、正木照里らにより、佐賀市の国鉄佐賀駅を起点に、高尾派水家江美豆津と結んで、久留米に至る計画で、神戸の鈴木商店の公演により、 地区軌道株式会社が佐賀市内に創立された。これに先立ち1914年6月、宮城郡北重安村大技江口佐賀郡上野村大技上野間12.2マイルの軌道布施設の特許がカフされた。さらに1917年10月、筑後川を渡り、久留米市街地に乗り入れ筑後軌道と連絡するため、起点の江口から 福岡県水間郡までの延長線の特許もカ付された。ただ、佐賀駅側には急速な市街地下により用地取得が困難になっていたことや、延長区間の建設費5万9千円うち協梁費が4万4千円を占めていた筑後川河橋の問題を抱えていた。1923年5月24日には、高尾、崎村間が部分開業したが、 クルメ市街地への延長線は1922年11月、執行しており、株主間の意見の相違や第一次世界大戦後の不況により計画は頓挫した。そのため、一部工事が行われた先村の先は未成線となっている。国鉄路線に接続しない孤立路線の上、沿線のほとんどが田園地帯であり収益は上がらず、1934年には、 運行を休止し、1935年に廃止された。なお、乗り合い自動車も営業し1934年時点で3路線、保有していた。廃線時、高尾犬をはす池はす池公園小松、鎌立そろく、先村開業時は、蒸気機関車3両、客車4両、無害貨車1両。廃止時は、蒸気機関車2両、客車2両であった。移行はほとんど残っていない。 高尾駅跡には、後年看板が建てられ、かろうじて場所を確認できる。また、鎌達駅そろ駅間の上割る側には、石積みの橋脚の基礎が残されており、低水位時に見ることができる。ありがとうございます。